それでは開催にあたりまして、当八幡宮宮司である岩瀬正吾様より皆様にご挨拶でございます。お願い申し上げます。皆様こんばんは。平素より、神社運営に格別のご尽力をいただき誠にありがとうございます。この春ですが、前宮司である岩瀬敦氏が死去いたしました。それを引き継いだ形で、私息子岩瀬正吾がこの神社の宮司となりました。まだまだ、未熟な宮司ではございますが、全宮司同様の、皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げてご挨拶をさせていただきます。本日は岩田園遊会による奉納手筒花火、どうぞ楽しんでいってください。どうもありがとうございました。Thank you.
最初の手筒花火の法要は参議院法要、今年の副演歌長林武史の登場です。岩田園遊会の料理長としていつも腕を振るっていただいている一方で、今年は副演歌長として頑張っていらっしゃいます。よろしくお願いします。Thank you.
愛美を受け持つのは太田東儀君、荒川リオン君、大久保幸乃ちゃんの3名です。振り込みは太田修平、鎌取竹内正美。それでは肉の匠株式会社大新商会様のご協賛によります大筒でございます。弟さんの大久保光弘君とるんちゃんのご結婚を祝って、お兄さんの義則さんが心を込めて結婚祝いの手筒を奉納いたします。
がとうございます。では福井消費者です。
村に恵まれて、きれいに花火が上がって無事に終わりましたのでありがとうございました。なお、岩手園遊会会員募集中なんで、またよろしくお願いします。本日はありがとうございました。コロナ禍が本当に早く収束することの願いが神様にきっと通じたと思います。今後とも岩田園遊会を末永くご贔屓賜りますようどうぞお願い申し上げます。